皆さん、こんにちは。ななみななです。私が主演している映画、ごくつまの恋が4月13日、池袋シネマロサ劇場にて夜9時からレイトショーで公開されます。この作品は、ラブエロスセカンドのラストを飾る作品です。ごくつま。皆さんはどんなイメージを持っていますか私は、 まあ、怖いんだろうなとかうんにらみ聞かせてるんだろうなとかあとはやっぱり自分とは全然違う世界にいる人なのかなってそんな風に思っていました多分皆さんもそうじゃないかなと思うんですうんでもこの作品を通してすごく思ったのがこう恋をするっていう ところでは、一人の女の子なのかなって思いました。<laughs> あの、背中に、もう、ババーンと、入れ墨があったりとか、髪の毛も、あの、バサバサって、やったりとか、ちょっと、がさつな女の子の役が初めてだったので、あの、すごく楽しかったです。<laughs> 4月13日の初日は舞台挨拶があります。私ももちろん駆けつけますので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。